のですか。タロウがウルトラの父に不満をぶつけていた頃、地球では古代怪獣ツインテールが地底からその不気味な姿を現していた。それを知ったウルトラマンジャックは都市を破壊するツインテールを倒すために立ち向かった。ツインテールに苦戦するウルトラマンジャックの前にもう一匹の怪獣が現れた。地底怪獣グドンだ。どんな時にもひるまない若きウルトラ戦士ウルトラマンジャックは二大怪獣にも負けはしない。同じ頃、やはり若いウルトラ戦士の一人ウルトラマンエースも怪獣ゼミストラーを相手に壮絶な戦いを展開していた。熱血感ウルトラマンエースの俊敏な動きは怪獣ゼミストラーを圧した。太郎が不満を抱くのも無理はなかった。兄たちとはいえ、ジャックやエースが実戦で活躍しているにもかかわらず、自分はまだ実戦を許してもらえない。これは太郎にとって辛いことであった。太郎、あの二人がそんなに羨ましいのか。羨ましいわけではありません。私はもうジャック兄さんやエース兄さんに負けない力をつけたつもりです。なのにどうして。甘いぞ太郎。お前はまだこれから訓練することが数多くある。ジャックやエースはそれを全て完全にこなしてきたのだ。ところが今のお前はどうだ。自分の力を過信して訓練を簡単に考え、他のことに気を取られてすぐにミスを犯すではないか。それは。そういうことだから、私はお前を一人前として認めることができるのだ。邪念は捨てろ。無心で訓練に取り組むのだ。それができんなら、お前は永遠にウルトラ戦士として認められんだろう。太郎。
太郎のことなら心配はいらん。そうでしょうか。少し強く言い過ぎたのではありませんか。大丈夫だ。あのぐらいのことでダメになるような子ではない。それとも信じられんのか。いいえ、太郎は強い子だと私も信じています。ならば今あの子を甘やかしてはいかんぞ。私はあの子を超一流のウルトラ戦士に育てなければならないのだ。わかるな。ええ、太郎、今はあなたに何もしてあげられません。頑張るのですよ。あなたは超一流のウルトラ戦士になるために耐えねばならないのです。頑張るのですよ。父さんの言う通りかもしれない。訓練の最中に無心になれないなんて、私はまだまだ未熟なんだ。どうやればセブン兄さんのようにウルトラ念力を自由に操れるようになるんだろう。集中力だ、太郎。ウルトラ念力を使うにはもっと精神を集中しなければならん。父さん、見てたんですか。太郎、最近よく訓練に精を出しているようだな。ええ、私はまだまだ訓練が足りないことを知ったんです。ウルトラ念力を得得したいなら集中力を磨くのだ。そして気合だ。これを見なさい。見たか、太郎。集中力を一瞬の気合で吐き出すのがウルトラ念力だ。わかりました。もう一度やってみます。父さん。そうだ、その呼吸を忘れるな。はい。
太郎、ジャックの戦いぶりをよく見ておけ。はい。どうした？まさかこれは。ん？兄さんが負けてしまうなんて。安心しろ太郎、この次の戦いでジャックはあのキングザウルス3世のバリアを見事に破ったのだ。太郎、私をキングザウルス3世だと思ってこのバリアを破ってみろ。どんな技を使っても構わん。え？遠慮はいらん。全力でこのバリアを破るのだ。わかりました。遠慮はしません。タよし、これなら。どうだ。ん？何をしてる。このバリアはそんなことでは破れはせんぞ。それでいいのだ太郎。次はこれだ。戦いは過酷な条件の下で行われることが多いのだ。耐えろ太郎、そして炎を吹き飛ばすのだ。太郎は訓練に励んだ。この努力がいつの日にか実ることを望みながら。ん？父さんのウルトラサインだ。太郎、すぐに私のところへ来るのだ。来たか太郎。どうしたんです父さん。太郎、よく聞け。いよいよお前を地球へ派遣する時が来たのだ。本当ですか？これをよく見るのだ。
エーキングに対するセブンの戦いぶりは頭に入ったか？はい。よし、次はウルトラマンとメフィラス星人の戦いだ。この戦いも頭に叩き込んでおくのだ。わかりました。メフィラス星人、さっさと自分の星へ帰れ。黙れ。私はこの地球をもらいに来たのだ。勝負はつきそうにないな、ウルトラマン。こんなことを続けていても無意味だ。今日のところは姿を消すが、いずれまたこの地球をもらいに来るぞ。